レビを見るときは部屋を明るくして離れてみてください。今日は楽しいバンバンバン、日曜日だよバンバンバン、今に見ていろ旦那様との初デート、一緒にショー見てバンバンバン。おはよう、リネルちゃん。おはよう、葵ちゃん、早かったね。何のんきなこと言ってんの。岩城くんが京子さんとのデートすることにしたって本当？うん、昨夜そう言ってたもん。言ってたもんって平気なの？みんなですればそれはそれで楽しいでしょ。ご飯デート一緒に行く気だったの？そりゃそうだよ、私が妻で京子さんは2号さんだもん。葵ちゃんは3号さんでいい？それともガンマ号？また図書館で妙な本調べたね。うん、硬い本だったよ。そんなことよりもう行っちゃったよ岩城くん。さっきエリーに向かうの見かけたもん。旦那様の生活よし、旦那様追いかけろー、ゴー。待ってリゼルちゃん。一緒にいられて幸せ、叱られちゃうのも好き好き、笑顔がないのも素敵よ、私の願いを叶えて。しましょ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 、ついてるぜ。え？あ、あら、外した方が早くない？いえ、外しちゃいけないんです、これは。いえ、あ、じゃあ行きましょう。あ、大丈夫かよ。ごめんなさい、私ったら。ほら、リゼル、通過待ちがあるからそのまま次の駅まで行けば合流できるぞ。ああ、
でもリゼルはそのまま最初の駅で入ってしまった。警察のホットラインを使ってリゼルに伝えねば。うわあ、なぜだ。わかりません。ああ、はいはい。はい、岩木です。プロジェクト R2 を実行しましょう。そうでしたか。はい、ありがとうございました。では失礼します。 G。 はい、若。出かけるぞ。どちらへ。年上遊園地だ。愛しの乙女がそこへ向かっている。僕には彼女を楽しませる義務がある。俺歩くの早くて。つないでいいですか。え、ごめんなさい、行ってみただけですから。あ、いや、そのなんつうか、あ、それより早く先行こうぜ。大丈夫ですか。相手の娘の詳細なデータが出ます。なんと、ただの娘ではありません。パワーリフティングの代表に選ばれるほどの力持ちのようです。パワーリフティング。どうした。え、まさかこれは。そんな、すみません、ちょっと別行動。あた、あ、あた、彼好みの巨乳メガネっ子か。何か感じるものがあったんでしょうか。わからん。ひとまず女子中高生に造形の深い彼に委ねよう。はい。嬉しいです。お、こんな写真まで撮れて。あの、岩木くん。うん。その、あ、行ってくれば。トイレだろ。ええ。悪くないじゃん。私のバカ。なんか嫌な予感がするな。間に合わなくなるような。そうだよね。やっと分かってきた。だって午後のショー、今日がラスト公演なんだもん。いや、そうじゃなくて。変わった駅だね。なんでこんなとこで。お急ぎのところ大変ご迷惑様です。新路線に入りましたが、住民の反対運動による建設中止で線路ができていませんでした。戻ると1時間ぐらいかかるし、国家権力ですぐ工事を再開させても3日がかかるし。ごめんよリゼル、午後のショーに間に合わないよ。っていうか、なんなのこの電車。葵ちゃん、私先行く。怪我はないですか、愛しの乙女。ありがとう。よかったら遊園地に連れてってくれる。最初からそのつもりですよ。わかご成功を祈りましょう。うまいなこれ。あ、鼻についてますよ。おう、あ、あれ乗ろうぜ。間に合いそうだね。本当にありがとう、訪問販売員。訪問員です、愛しの乙女よ。なんかマジで悪くないよね、こういうの。どうしましょう。岩木君と二人っきりここで頑張らないと。きっといつまでもプレゼント渡せない。だけどダメです。ああ、私ったら。どうしましょう。なんだ、
した？ねえ友のみ、この観覧車一周するのに20分かかるって知ってた？は、20分あればいろんなことできるよね。あ、それよりこんなこととか。もう何すんだよ。2年間ずっと待っていたのよ。何なんだよ、さっきまでと全然別人じゃねえか。いいえ、あたしはあたしよ。やめろ。止まらないよ、僕と一緒に行こう。それに彼は彼でお楽しみのようだ。旦那様、リゼル投げてた。リゼル邪魔が入る前に。リゼル、大きくなっちゃってキツキツかもしれないけど、じっとして。ちょっとやめろよ。待ってろ、京子。私、元に戻ったのか。ごめんなさい、私こういう変わった体質で、普段は特別製のメガネでそれを抑えているんですけど、勇気が出なくてつい。今日は岩城くんにこれをプレゼントして履いてもらいたかっただけなんです。何なんだよそれ。お礼です。2年前の朝の、あの時お尻の部分が破けてて、ずっとずっと悪いなと思ってて、中学の指定ですから卒業前に渡さないと意味なくなってしまうと思って。じゃあ履いてあげなよ旦那様。ね、何言ってんだよお前。いえ、いいんです、岩城くん迷惑だろうし。そんなことない。つべ、なんだよこれ。やだ、可愛いです、似合いすぎです、恥ずかしいです。いやー、じゃあ次は将棋行きましょう。行くかバカ。待って旦那様。あ無理してるのが見え見えで、それでも強がっている意地っ張りさんなんてものすごく。